皆さんこんにちはセオですセオ順のレッツ話を久しぶりにお送りします五ヶ月のご無沙汰になってしまいましたまあ日本社会においてももちろん、えー、レッツマールにおいてもなくても何の影響もないこのチャンネルだと思うんですけど、えー、いつかレッツの昔のことを知りたいと聞きたいという方がいるいた時のために。 これからも発信は続けていこうと思います毎週金曜日これからお送りしますのでぜひよろしくお願いしますはい、えー、2002シーズンのことをお話ししていました今日はその5回目になりますこの年ハンソフト監督の1年目なんですけども、えー、実績ある大物選手の移籍による獲得っていうのはなかったんですねただ、えー、即戦力の、えー、新加入選手はいまして 大卒新人の坪井圭介選手ディフェンダーですけどもあの彼が開幕からセンターバックで出場しました。もう一人大卒新人の平川忠明選手が最初はベンチだったんですけども J リーグカップで出場機会を得てその後はリーグ戦でも、えー、左ウィングバックでレギュラーになるというプラスの部分があったわけですね。ただ、まあ、この前の前年2001年2001は 監督がちょうどシーズン半ばにこう辞任で交代してしまってですねチームとしてチーム作りという意味で何かこう残ったのかというとそれは見えないシーズンでしたですからこの2002シーズンはまあゼロからのスタートということも言えたわけでえーレッズ多くの勝ち星は挙げられませんでしたあの3か年計画の1年目ということでまあ最初は土台作りと言われていたんですけども ファーストセージ、7月のごめんなさい、4月の20日に第7節でワールドカップのために中断します。そこまでの7試合でレッツは2勝1分け4敗という成績でした。ただこのリーグ戦が中断した後、えー、J リングカップの予選リーグ6試合が続けて行われまして、レッツはその予選リーグで開幕から4勝1分け5試合残り1試合残して 決勝トーナメント進出を決めるという、まあ、快挙というか好成績を上げます、あのー、実はですね4チームのグループなんですけども、えー、名古屋グランパスから楢、えー、崎誠吾選手サンフレッチェ広島の久保達彦選手で鹿島アントラーズに至っては、えー、鈴木孝幸選手柳澤敦史選手中田浩二選手小笠原光雄選手曽我畑仁志選手5人ですね。 あのそれぞれ日本代表で招集されていまして、このリーグ戦、予選リーグ、J リングカップの予選リーグには出場していないんですね。レッズはまああの誰も招集されていないということで、そういうことはあったんですけども、ただ、勝つということはいいことですし、決勝トーナメント、大会の次のステージに進んだというのも、非常に喜ばしいことでした、気分良かったです。 でワールドカップが終わって、えー、ファーストステージが再開したのが7月13日です残り8試合なんですけどもレッツは3勝5敗と、まあ、ファーストステージよりちょっと良かったのかどうかなっていうぐらいなんですけどあのこの8試合のうち2試合でエメルソン選手、まあ、得点力中心ですねエメルソン選手が2試合で前半のうちに退場してしまうんですよでその結果残り5試合のうち3試合は 出場停止ということでまあメタメタだったんですねこれがなければもうちょっと良かったんじゃないかなという正直思います、えー、ファーストステージ11位でした、まあ、1年目3カ年計画の1年目は土台作りって言われていたんですけどそれにしてもちょっと厳しい成績ではありました,た一方で、えー、さっき言いました J リーグカップの予選リーグでは決勝トーナメントに進出して悪いことばかりではなかった時期ですね ファーストステージの最終節が8月の17日でセカンドステージの開幕が同じく8月の31日つまり2週間間あったわけですねこの2週間の間に選手の入れ替えが少しありました、えー、センターバックにオーストラリア人のネディエリコ・ゼリッチ選手を獲得しました一方ミッドフィルダーの阿部俊之選手がベガルタ仙台へ左 ウィングバックサイドバックのジョージョン・シンジ選手がアルビレックス新潟にそれぞれ期限付き移籍しました、まあ、入れ替えという言い方しましたけどもゼリッチ選手怪我のためこのシーズン1、えー、試合しか出場してないんですねそういう意味ではセカンドステージまでに、えー、戦力補強はまあなかったに等しいと言ってよかったんですねところがセカンドステージの開幕 えー、アウェイの広島戦でレッツは V ゴール勝ちするんですけどそれを皮切りに第9節まで、えー、負けなし8勝1分けという、まあ、素晴らしい成績を残します快進撃ですね、えー、8節終了時には首位にも立ちましたで、あのー、第9節が10月19日だったんですけどその間に J リーグカップの 準準々決勝と準決勝勝とがありました当時はあの1試合制だったんですけどこの2試合にも勝つわけですよだから8月31日から10月19日まで11試合無敗と、えー、1ヶ月半ちょっとですねもう本当に好成績の時期があったわけですでリーグ戦の,その9試合無敗負けなしというのもクラブ始まって以来の、えー 記録なんですけどもう一つ J リングカップの決勝トーナメントで決あ準準決勝を勝って準決に進んだということはそれまでなかったんですレッツには。天皇杯ではありましたよ2回。だけど、えー、J リングカップはベスト8で必ず必ずというかあのベスト8以上は進んでいないんですねないなかったんですね。そういうういい点でではあの一つの壁を破ったっていうことこ これもクラブ始まって以来のこと、大きな前進に感じました。で、初めて進んだ。そのジェイリンンカップ準決勝です。これは死闘でした。ガンバ大阪との試合で相手。あの場所は万博競技場だったんですけども、も、えー、先制はレッドなんです。エメルソン選手が先制するんですけど、ガンバのマグロン選手に連続ゴールを許して1対2で前半を折り返します。 ただエメルソン選手がまたゴールを決めて2対2このままスコアが動かないで延長に入るという本当に熱のこもった試合でした延長前半もスコアレスで延長後半2分、えー、エメルソン選手がこの日3点目を決めてこれで V ゴール勝ちしますあのー、まあ最後は V ゴールっていうこともあったんですけど本当に決勝に行くって大変なんだなとあのジ、ー、ェリンカップ あ天皇杯もそうですす決勝行っったたこととなななかかわけですから本当にに大変なんだいいう,ふうに思いましたで個人的にもちょっと大変だったことがありまして何かというとあの延長の前半後半ってハーフタイムって言われるほどの時間ないじゃないですかせいぜい選手がこうエンドを入れ替わってハイ、はい、キックオフっていうぐらいですよね。で選手の中で一番移動距離が長いのはもうゴールキーパー同士です。 カメラマンってそのゴールキーパーのさらに後ろにいるわけですからゴールキーパーよりも長い、えー、移動距離があってしかもそのピッチ突っ切っているわけにいかないからぐるっと回っていくわけですよはいで私もそうだったんですね大抵こういう時ってあの延長後半のキックオフには間に合わないんですただ V ゴールですから決まっちゃったらあのそこで試合が終わってしまうということでも、まあ、結構、えー、機材 カメラ3台抱えて、まあ、小走りになったんですけどやっぱり間に合いませんで途中で帰国してしまいましたただあのなんとか早くつこうと思ってたんですけどちょット選手がドリブルでガンバ大阪ゴールに向かっていくってあこれやばいな決まっちゃうかな列、まあのゴールが決まってやばいっていうのはないんですけど決まって嬉しいんですけどもう一方でやっぱり写真撮れなくて困るっていうのもあるんで複雑な心境でした、まあ、そのうち えー、結局エメロソン選手が最後のパスを受けて、えー、ゴールを決めるんですねでああもう決まっちゃったからもうここで止まって写真撮ろうと、えー、選手が喜んでいるところを撮ろうと思ったんですけど、まあ、バックスタンド側の一番レッズのベンチから遠いところだったんで、まあ、こんな写真しか撮れませんでした、まあ、そういう個人的な、えー、大変さもあったわけですけど、まあ、それは置いときましてこの準決勝が10月2日でした で決勝が行われたのが11月の4日なのでそれまで34日間あったわけですね、えー、この間レッズは J リングカップファイナリストという立場になったわけですけどまあその心地よさといったら経験したことのない本当に至福の時期だったという記憶がありますあのー、まあなぜかというと、えー、決勝進出を決めたのが10月2日でしょでその3日後に セカンドステージ第リーグ戦第7節のヴィッセル神戸戦がありまして12日に第8節の京都パープルサンガ戦がありまして19日の第9節これが名古屋グランパス戦さっきも言いました9試合負けなしの最後の3試合ここだったんです3連勝だったわけですで首位にも立ったわけですよセカンドステージのこんな状況だったんで、まあ、鹿島との J リンクカップ決勝も もう優勝はもらったという自信たっぷりの気持ちになっても不思議はなかったですよね。あのファンサポーターの皆さんもそうだったんじゃないかなと僕は思っています。でこの決勝で初めてホームゲーム以外で待ち亭プログラムが発行されました。決勝特別号というやつですね。あのサポータータの皆さんから多く この決勝でも待ち、えー、手プログラムを読んで一緒に戦いたいという、まあ、そういったリクエストが多かったので実現したんですけども、えー、多くの皆さんから待ち手プログラムが戦いのツールとして認知されているんだなということが分かって非常に嬉しくまたやりがいのある仕事でした。えー、11月3日に、えー、都内のホテルで決勝の前夜祭が行われました。 あの両チームの選手と関係者まあスタッフが一堂に会してあの行われたんですけどそこで坪井圭佑選手の J リーグカップニューヒーロー賞も発表になりました、まあ、ニューヒーロー賞は各試合を取材した記者カメラマンが1人1票ずつふさわしいと思う選手に投票して、まあ、それがあの 重要な要なな素になるわけですねその投票数だけで決まるとは思いませんけども、えー、坪井選手がまあダントツだったらしくでその投票した記者の中から抽選で10人に商品がもらえるんですで私も当選してしまいまして後日お菓子 1, 1年分という触れ込みでこ,こんな段ボールにいっぱい送られてきまして1年分でどうやって下手すんのかなと思ったんですけど 会社に送られてきたんで会社の仲間にこうどんどん渡していったらまあ僕の分は1週間がそこらでなくなったような気も1ヶ月もったかなはいそんなこともありましたあのニューヒロ賞は試合ごとの投票なんで決勝まで進んだ試合数の多いチームがの選手がまあ有利といえば有利なんですけどえ坪井選手はこのシーズンの J リーグアウォーズで新人王と ニューフェアプレー個人賞にも輝くわけですね、まあ、つまりその試合数が多いから投票数が多かったんでしょっていうことではなくて彼の実力がこの後ですけどね J リーグアウォーズでも証明されたということになります。えー、いよいよ翌日は決勝なんですけどもそれはまた次回お送りします。